やるためにやったこれ。危害出そう。ちゃんと過去一だわ。おらーまー。いいね。いいスタート。右におっさんいると違和感あるな。一番仲いいやろ。まあ、和やかにスタートしましたけれども。はい。過去最大にやばいコラーナイトとなります。おー、また更新した。いやいやいや、過去最大、今まで強いよ。じゃあ今までどんだけ恐ろしいもの扱ってきたんだって話ですよ、はい、全てを凌駕します。うわ、マジで。まずはいつも通り調査班ホラーナイトを賛同がやりまして、最後にとんでもない映像を見せします。え、なんだろう。いやー、もうやっていきましょう。はい、アイソンで撮った写真に完全に例の顔が写ってしまう。調査班かな。あ、はい、調査班ですね。5分49でため息が聞こえます。ため息、おお、言ってる。なんか笑いなんだかため息なんだかよくわかんない。おお、ちょっと変な感じだな。初手にしてはまあまあおもろいですね。おもろいんだ。おもろくなった。一周回った人の見解。いや、今俺客観的に自分をリスナーと仮定したって場合、一発目女の声聞いて、初手にしてはすごい。おもろすぎない？初手にしてはすごいと言わせるからね。いやもうこんな、こんな現象起きて普段どんなの扱ってんねんって。俺らだいぶラリっちゃったんですね、まあ、ファンの皆さんもね、ちょっと ST 見慣れてる方はね、ちょっと現象に変な反応になってるかもしれません。もうリスナーの人たちも一周してると思う。そうだね、同じように。他の動画とかの怪奇現象とか見たらもう鼻で笑ってる。正直そういうリプ来る。ちゃんとこれは例ということで認証だね。認定、認定、認定。だからそれそれそれ、出てる出てる、もう出てる。はい、続いて10分19、また声ですね。教えてもらった動画となります。はい、ちょっとえぐいな。えぐいですね。ちゃんとレートに沿って入ってる。ああ、まあちょっと聞こえたけど、誰かなんじゃない。ちょっとえぐいな。えぐいですね。ちゃんとレートに沿って入ってる。誰かか。まあリボン説もある。うなずいてるし。まあ男の声はね、僕らの可能性ありますし、僕らということにしましょう。ああ、そうですね、僕らです。この動画最後ですね。10分31で声が聞こえます。また声、続々と意見来てますので。はい、2020年もん？ん？これリボンだよね。続々と意見来てますので。はい、2020年もそのアードは多分お願いしますとか、なんかこうみんな頭下げてるから入っちゃってるだけで、そのアードじゃないじゃん。これだとしたらまあ例ではないですね。怖いのはあれですよね、そこじゃないですよパターン。前そうだよ、そうそう、それがあるからさ。なんかね、指のやつもね、俺らのやってるとこと違うらしい。あ、そうね。あ、最近やった調査のやつ。俺らだって全員でね、あそこ見て、ここなんじゃないか、ここなんじゃないかって言ってたけど、そこでもない。え、俺、この辺で今さ、キャフンって女性の人来たのよ。あ、やばいやつだ。あ、それだ。俺ら聞いてるようなやつで。全員聞いたんだ。あ、あれか。超近かった今。頭入ってきたもん。これで全員じゃん。全員か。びっくりした今。あ、そっか、もう全員か。お前そっか、聞いてなかった。ああ。近いっていうか、もう耳。そう、それなんですよ。あ、これか。直接、こう、頭に。そう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 。もう耳っていうか、ここだよね。そう、もう脳に来る。脳内直接みたいな感じのやつ。本日最後に紹介する映像と何か関係があるかもしれません。そう。え、何？超気になる。え？こちら皆さんお楽しみにしていただいて。はい。はい。2つ目の動画、15回ゾッとする話。わあ、もう15回やってんだね。相当やってますね。ロングランですね。2分45秒、女性の声がします。また声なんだ。口の動きが分かった瞬間にゆっくりと襖閉まったんです。で、その安心感でバタッと寝てしまって。バタッと寝てしまう。うん、嘘。俺もう一回見せて。ターボに注目した。俺の口見て、俺の口見よう。真似してる。口の動きが分かった瞬間にゆっくりと襖閉まったんです。で、その安心感でバタッと寝てしまって。ターボじゃない気がするよ。なんかゴニョゴニョ言ってるもんね。結構長いことから。そもそもそういうシーンじゃないよ。そうだよね。これだってゾッとする話だから。あ、そっか。現象の真似とかしてるわけ。あ、そうそうそう。急に俺が話してるのにお化けの声を自分でやるやつなんていないじゃん。いや、そうだよ。そこだもん、これ。認定。認定です。認定でございます。
まだこの動画ありまして、はい、12分20秒結構えぐめの入ってるみたいです、行かないようにしてください。うわまあ2020年一発目ということでね。うわ入ってる入ってる。曲芸に声は似てるけど、うん、そう曲芸似てる。翔平が言った後だもん、ね、行かないようにしてください。うわまあ2020年それでは本日のメインの動画に入っていこうと思います。いやー溜めたね。まあ動画からやばいです、2階で恒例術しております。あーやったやった。久しぶりにやったやつね。なんか言ってたよね、あれ出張時にさ、正義が、うん、そう、あ、それだ、それか。あー言ってたやつだ、それか。後日特集組むと思うんですけど、はい、俺が酔っ払って恒例術やったでしょ。これ本当にやばいです。そんなやばい。やってることもやばいから、うんうん、入っててもおかしくないわけ。あ、そうだね。てか入ってないとおかしいわけよ。もう我々クラスになる、うん、確かにね。それが案の定やばすぎる状態で入ってしまう。ちゃんと入る、入るんだ。これです。まあその大きい現象の他にも3つ現象ありますので、そちらから見ていこうと思います。3分1秒声が入ります。はい。じゃあストップウォッチを。ストップウォッチ。いきます。はい。よっ。いないんだよ、こいつら。一回もなんか気持ち悪い。全く聞いたことない声だ。うわ、よく拾ったな、これ。超静かだよ、そう。俺撮ってるの。で、なんなら耳澄ましてるもんね、こういう時。そう、なんなんでしょう。いや、これ高齢術やばいな。いや、これはちゃんと呼んでるね。これでも逆再生していけそうだけどな。こちら逆再生の一つに入れていこうと思います。はい、はい、3分12もすぐですね。うわ、俺らすぐだ。この時めっちゃ声入ってるみたいです。何か喋ってるの。低い低い。いや今ね笑い声みたいな。うわー、普通に入ってるじゃん。うふふふって。嘘でしょ。言ってる言ってる。さっきの声と違う。女の声、いや、なんか扉の向こうから聞こえる気もすんな。うん、だね。俺は聞こえないからカメラに直接的にもう。ねえ、それがおかしいよね。うん、これメインじゃないっすからね。ああ、そっか、これ現象がそうだよね。こんなに声入ってますけど、十分もうじっとり嫌な世界で。この動画のジャブですからね。続いて4分26秒水の音がすると。水の音、水、おお、めっちゃするじゃん。うわ、めっちゃきつい。うわ、ポツン。うわ、もう絶対ね、俺らならわかるけど、2階って水回りなんもないで。なんもないなんもない。なんもないね。しかも聞こえなかったね、俺らこの時何も。なんも聞こえない。うわ、なんかやばい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 。する音じゃないこれ。マジでやばい。今なんか言ったし、お前なんか言ったし。え、マジでやばいだけ。え、何聞こえた？いや、俺マジでやばいって言ったけど。帰ろ。あ、来たこのパターン。帰ろ。出た、正義だけ聞こえた。あ、これなんだ、訴えかけた。まさでやがったぜ、恭平と一緒に。ええ、ええ、いや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 。まあ恭平はまずないわな、言うわけがない。マジやばいって言ってた。シャワーボー喋ってた。俺、喋ってたんじゃないかな、普通に。この反応が物語る通り、それってわかるわけよね。なんでかって言ったらさ、もうこんな俺らさ、日々一緒にいるわけじゃん。人の声っていうか、メンバーの声なんてわかるわけ。わかるね。だからもうおかしいの、もう違和感がすごいの。もう絶対違う声で、今、ヒーって言われたもん。この辺にいるとでしょ、恭平も。さっき言われた、そうだし、ここで。ここだね。うわぁ、この辺にいる。やだなぁ。次、タワーボーかリボンか。近い。うわ、うん、だね、そういうことになるわ。ちょっとやだな。正義ど真ん中にいるの、いつも正義が聞こえんのがよくわかんない。確かにね。確かに。いや、もう何の音なんだよ。でもさ、こういうのって床にさ、水垂れてもこの音ってしないじゃん。もう水が溜まってるところの音してるよ。確かに、そうだね。てか、結構前のホラーナイトで、わけわかんない水溜まった場所がここら辺にあったよね。あー、あったわ、そういえば。で、その家誰かったんじゃない、その水害系で亡くなった子供なんじゃないかみたいな話当時してたけど、ここのタイミングで水の音って多分それ関連してるんじゃねっていう。またかよ。またかよ。もう腹行こうかな、マジで。うん、いや、じゃあ席は結構ね、多すぎるな。ちょっと席やべえ。もっと前に行ってもいいぐらいのレベル。今ちょっとスケジュールに打っとくわ。あ、スケジュールも今のちょっとリアルにもういいと思った。とどめ刺すようになっちゃいますけど、本日のメインターゲットで言うならば、この瞬間はたつきと挙兵ですよね。案の定
僕の時です。うわぁ、あれだ、酔っ払ってなんか行くみたいになったじゃん。うん、はいはいはい、あったあった。だけど、その時に酔っ払っててもなんか行っちゃいけない一線超えるんじゃねえかなっていうふうに俺は思ってたから。うわぁ、6分58なんですけど、ちょっとさらっと見てもらいます。さらっと、うわぁ、長いね。やばいやばい、なんか普通になんか聞こえた気がする。なんかあるか、なんかあったかな。まあ別になんか耳澄ませてたけど、うんうん、これはもう完全にヤバいです。もうスローにしますね。心してご覧ください。いや怖いな、わかんないわかんない。ここに口あって歯がびっしりみたいな。香り鼻筋、あー、そう、鼻筋がしっかりしてるわ。残像だったらありえなくない？そう、それが一番怖い。あー、そうだね。残像だと歯の向き一緒じゃん。そう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 、鼻の向き逆の、絶対俺じゃない。そう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 、鼻筋がここで見るともう女の、ほんと、あ、女か、顎まで見えてる。あ、顎まである、もう輪郭、もう俺黒目見えるし、なんか輪郭が違う。彫りもあるしね。ちょっと黒目見えて、黒目見える、いや、ちょっと待って、これやばくない？最近の女性かな。そう、だから俺は多分この人なんだなっていう。あー、そっか、なるほどね。もちろん俺ら気づいてなかったから動画でもピックアップしてなかったじゃん。まあそうだね、うん、やっぱありがたいことに調査班の方がもうリプでこれマジヤバいから見てっていうのを大量に来て、それを見やすくするアプリみたいので明るさを調節してくれた方がいました。ああ、はいはいはい、こちらの方の画像さらに顔になってます。もうガチャ、もういいよ。こちらも皆さんご覧ください、どうぞ。うわー、あ、もう、うわ、もう完全にそれだ。うわ、マジでやばい。マジでやばい。完全に顔じゃん。マジでやばいが、鼻のこのね、立体の感じもあるし、もう目がある。明るくすると目がある。しかめっ面感ない、なんか。じゃあ何これ、怒ってる。口角こっち片方上がってくるみたいな。この横のが蜃気楼みたいになってることから、もう本当に浮遊霊なんだろう。あー、なるほど。超ボワってなってる。うんうん、顔だけ動いてんだよ、これ。あー、かっこいいな。ちゃんと過去一だわ。ちゃんとかっこいい、ちゃんとかっこいい、こんなかっきり写ってみ。次、まんま照明写真ぐらいの鮮度で出てくる。いや、本日のガチホラーナイトいかがだったでしょうか。いや、だから本当にマジでレベル上がりすぎ、いや、上がりすぎ、本当にやるためにって危害出そう。だからここで一旦お払いでちょっとね、収まったらいいなぐらいマジで。関がお払い行くまで撮りたくない、ホラー系。本気で聞こえすぎ、ちょっと危ない、ちょっと本気で、マジな方でね。どうせこの動画も絶対ヤバいの入ってる。あー、そうなんだよな。後日僕はお祓いに行っていきたいと思います。はい、ちょっとね、 ST のホラーレベルちげえなと思った方、チャンネル登録っていうボタンがね、はい、下に赤いボタンがありますので、はい、一度押してもらって、はい、もうね、押してる方は友達の方にね、どんどん調べていただいて、はい、はい、やめて言ってくれれば僕たちもうすぐ100万人いけるんじゃないかっていう、はい、淡い期待の方を抱くことができますので喋り方だるな淡い期待、許してあげて、一番怖い面白い、一番メンテでもいかれてるんで、本当に本気でチャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。紹介した動画概要欄にありますので、あ、はいはいはい、そちらから見てみてください。はい、お願いします。さよなら。さよなら。さよなら。いいですね。で、その安心感で、まあ、2020年ポッツ